もプラでございます。ということで今回もニャンコ大戦争2人での方やっていきたいと思います。ということで今回もね宇宙編の方ね、ガンガン進めていきたいなと思います。ということで早くフィリバスター欲しいななんて思いながらね、やっていきたいと思います。ということで今回梅星からね、進めていきたいなと思うんでよろしくお願いします。あ、編成ちょっと違うな。これだね。これでいつも通りの編成でやっていきたいと思います。じゃあスピードアップ使ってね、いきたいと思います。じゃあ行きましょう。出陣。ちょっとスタミナの方がなんかギリギリなんか少ないんだけど大丈夫かなということで、どうだろうな。もうこの辺から結構もうえぐくなってくるんちゃうっていう感じがするんですけどもね、大丈夫かな。もうね、もう残りもね、もう半分も切ってる気がするんだよね。なので、そろそろやばいんじゃないのかなと思いながらもね、うわあ、来たね、来たね、来たね。はい、ということでスピードアップを切りつつやっていきたいと思います。イノシャシか。さあ動き止めてくれ。猫まれ、止め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 よう、止めて止めて止めよう、止め止め止めない止めない。赤い敵しか出てこないんだね。よし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 、一回ノックバックしたんでもう一回ノックバックすればいける。よし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 。あー、猫バルがいなくなっちゃった。あー、ちょっと待って、結構やるなやるな。やばい、ミスった。あぶねー、飛んでた。はい、ということでスピードアップオンにしましょう。え、ヘルプじゃない、ヘルプじゃない、今そこじゃないんだって。オッケーオッケーオッケー、よし。ということで、まあ、イノシャシはね、結構ちょっとやばかったけど。まあ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 。まあ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 。大丈夫です。はい、ということで、終了でございます。ほんじゃ、次行きま、ん、あ、スロット羊、あ、オッケーオッケー、羊じゃないよ。追加ですね。はい、まあ、基本的にあんまり2人でやる機会はね、2人でのくせにね、1人でやることが多いんで、次、ダラララララ、いきまーす。はい、ダラララ、ダラララララ。だらららら、おお、これはこれはよくプラモデルで見る例のあれじゃないですか。はい、ということで狭くね。待って、大丈夫か。だだだ、大丈夫かな。ちょい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 、待て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 、なんか出てくる、絶対絶対出てくるよ、絶対出てくる気がする。おお、あ、なんかいるわ。まあでもなんか、でもどうだろう、この調子でこの調子で、この調子もゴリ押ししよう。ゴリ押し、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 あー、だめ、なんかオールスターズ。いや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 、ここで、ここで、そうくる。もうさ、もう残り、もう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 、残り、よし、よし、オッケーオッケー。よーし、なんてかゴリ押しでいきましたね。そんなにきつくなかったね。はい、じゃあ次、マイドームに行きまーす。いや、待って、そろそろさ、待って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 、ニャンニャンチャンス来ないとやばいんだけど、そもそも、猫缶でね、スタミナ回復あんましたくないんだよね。今、2万貯めるね、今年までにとりあえず2万目標に今ね、貯めようとしてるんで、ちょっとあんまり使えないんだよね。ちょっと、なのでもう、ニャンニャンチャンスが来れば理想的。そうすればね、まあ、それかも長崎県をとりあえず回ってスタミナ回復してみたいな、ちょっとね、一旦寄り道しちゃうんですけど、何か出てきそう。あ、よきかな、あ、よきかな、来たね。いやいや、こいつ結構なかなかやるのよね。うん、こっちにね、あのキャラがいないとね。うわ、ほら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 、でもまだ大丈夫な方だね。うん、スマホ版だとめっちゃエグいんだわこいつ、本当に本当に。てか全然ノックバックしないんだけど大丈夫かな。結構やばいよ。ああ、うわーうわー、でもやっぱ強えわ。これでもさ、ああでもいいよいいよ、ノックバックしたけど、この調子で多分次、おお、飛べた。いやー、顔、あー、飛んでったですよね。まあ絶え間なくキャラクターの方を出していけばまあ大丈夫じゃないかなと。ちょっとあのスピードアップ使うか、なんかね、あの多分めっちゃ時間かかりそうな気がする。うん、もうずーっとこの繰り返しだと思うんで、もう
なんか同時レギュラーブラックとかめちゃめちゃ害悪なんだけど、あ、やばい、害悪キャラが、ああもうもうやめてくれよ。地味にどんどん進められてるんで、ちょっとあーどうしよう、よし、先にバル出しとこう。で、ちょっとあーよし、オッケー、さすがバル、いいね。ということで、まあワイドムリの方はまあ問題なさげんじゃない。なんかブラッコリーがなんかすげえデジャブあるんだけど、まあ引っ込んでろ、マジで引っ込んでな、あなたの出る幕じゃないんですよ。はい、ということで終わりです。ちょっと怖いな。おお、最高のコロニーやったね。初めてで、なんかうわー来てないんだけど、それナッシング、ちょっとギリギリこうなるのかっていうことで、ちょっと長崎県に行ってスピーちょっとスタミナ回復してきますか。いやーマジかよちょっといつもだったらちゃんとねスタミナの方をね回復してからやってる、回復っていうか満タンにさせてからね行こうと思ってたんですけどね。あ、しかもうわキリンがいないんだけど、うわーちょっとこれはやられたね、やられたリウム、もうマジかよ、くそー。ちょっとこれ終わったらねちょっと戻しましょうか、編成の方。もう次であれかな、ヤンニャンジャン作れば全然いいんですけどね。そうすればもうおーしよし、来た。ちょっと今から飲み物飲もうと思ったのに飲めなかったじゃないか。よーし。はい、ということでちょっとスタミナの方ねちょこっと回復したのでちょっと再開しましょう。じゃあね次メルトズ行きまーす。いやー、あとこれ含めて2回は最高いけるんじゃないかなと思うんで、ちょっとね今回は短いと思うんですけどよろしくお願いします。メルトズってか、またなんかブラーマジでうわーなんか集結してるんだけど大丈夫かな。怖え、ちょっと待って、ちょいこっから結構えぐいかもしれないな、やばいな、踏ん張っていきましょう。せっかくだったらアイテムガンガン使えば使えちゃったかな、マジかな。え、ちょっと待って、なんか、え、まあいいや、ちょっと待って、どっかから発狂音聞こえたんだけど、待って、まずい、やばい、叫び声聞こえたんだけど、やめてくれよマジで。え、俺の幻聴だったらいいんだけど、幻聴じゃなかったらなかなかエグいんだけど。やめてくれよ、もう変なアクシデント、これのさ、待って、音声配したら結構割と怖いんだけど、入ってないことを信じます。はい、っていうことで、そうですね、じゃあ次、ウラル行きます。もうあこれで終わりかな、なんか終わりな気がする。スタミナがちょっと足りないっていうことで、ウラルみたいな名前をしてるけど、大丈夫かな。どの辺から来るの。まあ大丈夫だわ、このおかっぱくんは大丈夫ですね。まあいいや、とりあえずスピードアップ切りまして、行きましょう。さあ多分次かな、次で多分サイクロン戦に入れるんじゃないかなと思うんで、とりあえず次はねなんとかね、スタミナの方ちゃんとね、まあ、コンティニューも多分ね、もしかしたらする可能性があるので、コンティニューじゃねえな、再戦だな、コンティニューとね、猫眼が減っちゃうので、あんまりちょっと使いたくないな。でも、神様を使うっていうとさ、もう、あれだよね、そう考えると、ちょっとどうしようかなって、てかめっちゃ出てくるんだけど、バルカン祭りじゃないこれ。
バルカン祭りだけど全然平気ですね。オッケー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 。次ね、スタミナそんなになかったらやってもいいんですけど、ダメかな、ダメっぽいかな、あー微妙、アグハムム、っていうことで、ちょっとこれ無理そうなので終わりにしましょうか。はい、ということで、まあとりあえずそれなりに進められたのかなと思います。で、次までにとりあえずお宝の方を全て回収しといて、次にね望める体制にしておこうかななんて思います。で、とりあえずそれぐらいかな。で、多分次回ね、このサイクロンたちがね、多分出てくるステージの方に突入する可能性があるので、とりあえずね、まあ、このね基本キャラクターたちで、あとは EX キャラクターか、それでちょっと勝てるように頑張っていきたいなと思います。ということでね、そろそろ宇宙編もね、いいところまで来たので、ちょっと頑張っていきたいと思うんで、よければ時間も見ていただければと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。確かに動画でお会いしましょう。またね。